那須塩原市の再生可能エネルギー。昨年10月、日本は2050年までに温室効果ガスの排出を国全体としてゼロにすることを宣言しました。これを実現するためには今までの発想を転換し、積極的な対策が求められています。ではなぜこのような宣言をする必要があるのでしょう。ここ数年、地球温暖化は世界的な問題となっています。気温の上昇、局地的な大雨、台風の大型化など、皆さんの身の回りで起こっていることも、地球温暖化による影響と考えられています。このまま何も対策を取らなかった場合、2100年の世界平均気温は最大 4.8 度上昇。対策を取った場合でも最大 1.7 度上昇すると言われています。2100年の那須塩原市では30度以上の真夏日が年間70日、1年のうち2割が真夏日になると言われています。こういった地球温暖化の主な原因と言われているのが、温室効果ガスの一つである二酸化炭素です。18世紀の産業革命以降、石炭や石油などの化石燃料を燃やしてたくさんのエネルギーを得ると同時に、たくさんの二酸化炭素を排出してきました。その結果、大気中の二酸化炭素濃度が増えて地球温暖化を引き起こしていると考えられています。地球温暖化の防止には二酸化炭素の排出量を減らす取り組みが必要です。私たちや子どもたちの未来、そしてふるさと那須塩原市を守るため、ゼロカーボン、脱炭素化が求められているのです。私たちの生活には電気や熱などエネルギー使用が欠かせません。エネルギーの多くは石油や石炭などの化石燃料を燃焼することで得ており、その際に大量の二酸化炭素を排出します。日本では電力の 80% を火力発電に頼っています。この化石燃料由来の電力は太陽光や風力、地熱、水力、バイオマスといったクリーンで二酸化炭素を出さないエネルギーから得ることができます。これらのエネルギーは地球環境に由来するもので、半永久的に得ることができることから、再生可能エネルギーと言います。再生可能エネルギーを活用することが、二酸化炭素排出削減につながるのです。那須塩原市は2019年12月に、2050年までにCO2 排出量実質ゼロを目指すことを宣言しました。また2020年7月に那須野ヶ原グリーンプロジェクトを定め、地域の再生可能エネルギーを活用することにより、地域エネルギー資源の循環、地域経済の循環、環境政策を通じた地域課題の解決を図りつつ、二酸化炭素排出削減といった地球環境の課題に取り組んでいます。それでは実際に那須塩原市内にある再生可能エネルギーについて見ていきましょう。まずは水力発電をご紹介します。こちらは那須野ヶ原の大地に飲み水や農業用水を供給するために作られた那須疎水です。この那須疎水では水の流れる力を利用して小水力発電を行っています。落差があるところに小水力発電機を設置して、水の力で水車を回して発電します。那須疎水の維持管理を行っている那須野ヶ原土地改良区連合は、那須塩原市内で6カ所の小水力発電所を稼働させています。
先人たちが苦労して築き上げた那須疎水を最大限に活用してクリーンで安定した再生可能エネルギーを発電しています。次にバイオガス発電をご紹介します。那須塩原市は生乳の生産量が本州一という酪農が盛んな町です。市内ではたくさんの牛が飼育され、毎日多くの糞尿が発生しています。その糞尿が再生可能エネルギーの原料として利用されているのです。こちらは千本松にある栃木県畜産酪農研究センターです。日々排出される糞尿を発酵させてバイオガスを発生させています。取り出したバイオガスはガスホルダーに貯蔵され、ガスエンジン発電機に送られて発電されています。発電された電気は畜産酪農研究センターで自家消費され、電気の自給自足が行われています。発電機からは電気だけではなく熱も発生しています。その熱も発酵槽を温める温水に利用されていて、電気と熱が効率よく利用されています。続いて那須塩原クリーンセンターでは廃棄物発電を行っています。那須塩原クリーンセンターでは市内で発生したゴミを集めて大きな焼却炉で燃やして処理していますが、燃やす際に出る熱を蒸気に変えてタービンを回して発電しています。発電した電気は施設で自家消費され、自家消費しきれずに余った電気は売電しています。生活の中でどうしても出てしまうゴミが電気に生まれ変わるなんて素敵ですよね。次に太陽光発電をご紹介します。太陽光発電は太陽の光から電気を生み出す自然の恵みを利用した再生可能エネルギーです。那須塩原市内でも空き地に設置されたものや住宅の屋根に設置されているものを多く見かけます。市役所や学校といった公共施設の屋上にも設置されています。戸田町整地の斜面に設置されているこれも太陽光発電パネルです。最近はソーラーシェアリングといって太陽光発電と農業を同時に行うという画期的な取り組みも進められています。この他にも市内には水力発電、木質バイオマス発電や温泉熱を有効利用した化石燃料の削減の取り組みもされています。再生可能エネルギーの地域での利用は単に二酸化炭素排出を削減するだけではなく、エネルギーの地産地消による地域内での経済循環や災害などへの対応力強化にも有効です。2050年、CO2 排出量実質ゼロを実現するために、私たち一人一人が未だ活用されていない再生可能エネルギーの有効利用に関心を持ち、持続可能なまちづくりに向けて積極的に取り組んでいきましょう。